山口から台風の情報をお伝えします。私は、宇部市愛宵町にあるホテルに場所をお借りして、安全を十分確保した上でお伝えします。県内は全域が暴風域に入りました。ここ、宇部市では、今日午前2時22分に、9月の観測史上最大となる最大瞬間風速34メートルを観測しました。 先ほどからさらに雨風ともに強さを増しています非常に大きな雨粒が強風に流されて地上に落ちていっているのが分かりますそして大通りに目を移しますと先ほどから車の姿はほとんどありません市によりますと午前6時時点で市内94箇所に避難所が設けられ203世帯309人が避難しています 今ののところ、市に被害の情報は入っていません。昨夜取材した避難所では強風や雨だけでなく海に面していることから沿岸を心配する声も聞かれましたこれから県内に最も接近する時間を迎え雨風ともにさらに強まることが予想されます不要不急の外出を控えるなど最大限警戒してください以上山口,山口から台風の情報をお伝えしました